埋蔵ぐるじろうくん、人気を分け合う埋蔵グルメの巻。今回埋蔵グルメを発掘にやってきたのは長岡市にある EU カフェダグル。おしゃれで居心地がいい空間でパスタを中心とした絶品料理が楽しめる人気店だぐる。そんなお店の人気メニューは君と僕の渡りガニ、渡りガニのトマトクリームパスタだぐる。まあ、渡りガニのトマトクリームで結構皆さん知ってるメニューかもしれないんですけれども、カレーに使うようなスパイスをちょっと使っておりまして、ちょっと独特な旨味を出しています。シェフがご自身の店で3日間で320食、注文があったっていう、もう伝説に近いようなパスタとなってますね。クミンなどの香辛料が使用された一品、渡りガニの美味しさが口いっぱいに広がる文句なしの人気メニューだぐる。でもぐる次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだぐる。本題の埋蔵グルメを発掘するんだぐる。ではこの店で一番不人気の商品を教えてください。さあここで問題ぐる。このお店の埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューは何だぐる。スタジオのなおちゃん、5秒以内に4択で答えてぐる。正解発表だぐる。ではこの店で一番不人気の商品を教えてください。明太バケットのチーズ焼きです。正解は明太バケットのチーズ焼きだぐる。早速店員さんに味を伝えてもらうんだぐる。美味しいっす。バケットをサイコロ状にして、牛乳と生クリームでバケット浸して、明太子とチーズを入れてオーブンで焼いてます。三つ家にあるピクトさんっていう人気のパン屋さんのバケット使ってます。歯切れが違いますね。オープン当初から変わらない美味しさで、ビールや赤ワインとも相性抜群なんだぐる。これだけ美味しいのになんで人気がないんだぐる。うちだとピザが人気なので、そっちがよく出てこっちが出ないとかっていうのがあります。明太バケットのチーズ焼きはピザと人気を分け合うから埋蔵グルメになっていたんだぐる。ボリューム満点で一品でも満足感のあるメニューなんだぐる。ぜひ注文してほしいんだぐる。EU カフェの埋蔵グルメは明太バケットのチーズ焼きです。美味しいのでぜひ食べに来てください。 EU カフェ、おしゃれな店内で絶品料理を楽しんでほしいんだぐる。